皆さんこんにちは、小畑真人です。今まで iPhone のスキャナーアプリをいくつか試してきたんですけれども、今まで紹介したスキャンの方法は全てですね、物に光を当ててその反射を捉えて座標を認識していくという方法だったんですけれども、スキャンの方法ってまだもう一種類というかね、また全く別の角度からスキャンする方法がありまして、それは写真スキャンなんですけれども、よくゲーム会社とか映画会社とかでよくやってるイメージがあるんですが、スタジオにねこう360度バーッとカメラがありまして、そこの真ん中に人なり物なりを置いて写真を一瞬でパシャッと全部のカメラから撮るんですね。そうするとその360度から撮ったいろんな平面の写真ができますよね。それをコンピューターが合成して立体にしてくれるというスキャンの方法があるんです。僕もですね、昔使ったことがありまして、それ昔はねオートレスクが出してた 123D キャッチという iPhone のアプリがありました。今もあるのかどうかわからないんですか、ですが僕が使ってたのはもう2016年なんで 4,5 年前になります。その時ね、まだ、ホーム2もなかったですし、手軽にね仮出力ができるようなプリンターがありませんでした。なのでデジタル造形で僕もワンフェスに出てたんですけれども、失敗するとというか、外注で出力してもらってたんですが、高いお金を出して出力してもらって、あれちょっとなんか違うっていうのがすごくショックだったんですね。なので一応粘土でね粗の原型を作って、それを iPhone のその 123D キャッチでスキャンして、粗のデータをこう送られてきたものを使ってそこから造形した作品がありました。それがねサバイバル2のコレクターという作品ですね。それはこういう風なポーズで、なんかちょっと重心が特徴的というか、ちょっとデジタルだけで把握するのは難しかったので 123D キャッチに頼ったわけですけれども、それからね、前 4,5 年経ちまして、その同じようなスキャンのアプリが、どのように進化したのか、実際今使うとどのような感じなのかというものをちょっと使ってレビューしてみました。今回オートレスクのレキャッププロというものでやってみたいと思います。オートレスクはね、皆さんご存知マヤの会社ですね。はい、何ができるのかというと、こういうことができるようなんですが、その中の一つの機能として、写真を立体にするというものがあります。基本的に、30日間は、体験で無料なんですけれども、それ以降は、サブスクになってまして、月に6000円くらいかかると、年間契約があったりします。ではご覧ください。はい、このようにちょっと公園に出て、360度写真を撮ってみました。ぐるりとなんか一周、最低でも20枚くらい写真が必要なようです。今これ一応一周だけ撮ってるんですけれども、本当データに使うときはちょっと上からとか下からとか撮ってます。像もね、像もね、てか像の乗り物もちょっと撮ってみました。一周ぐるりと3周くらい本当は撮ってます。あと、いつも使ってるこの中国で買ってきた馬の人形もちょっと撮ってみます。ぐるりと撮ってみました。それでね、このオートレスクレキャップを開いて早速データにしてみようと思います。こんな感じでニュープロジェクトを開いてフォト 23D を押すと、レキャップフォトというものが立ち上がります。でオブジェクトからプラスのところからですね、先ほど撮った写真を入れます。ババババババって入りましたね。でクリエイトを押すと、一応オブジェクトの名前を馬と書いてスタート。はい、こんな感じでちょっと時間かかります。1時間くらい、待たなければいけません。はい、出来上がりました。これがね、像ですね。
メッシュはこんな感じ。まあ面白いは面白いですね。うまく撮れたんじゃないかなと思います。でこれがね、僕っていうか人を撮ったんですけど、顔を揺れてますよね。これやっぱりこうちゃんと止まってたつもりでも微妙に揺れてる。でそれがこのような誤差として出てる。だから人を撮る分にはやっぱり一瞬でバシャッと撮らないと結構厳しいかもしれません。まあ動いてない足の部分ですら、まあちょっとこういう感じのね、なんか独特なデータになってますね。で、人形なんですけれども、まあ、サイズに差はあれど、クオリティに差はありません。これはねちょっと背景と融合してますね。これはミスですね、はい、もう一回撮り直さないといけないのかもしれません本当は。Gブラシに移動したのがこれ、これが人。やっぱりこうズボンのシワとかはまあ動いてないはずなんですが、ちょっと微妙ですね。やっぱりこうアラとして使う、本当ラフのラフみたいな感じでは使えるかもしれません。馬ですね。これもねやっぱりこう独特なこうデフォルメというか、まあデフォルメというかね、この足が極端に細くなっていたり、スキャンしてるというよりは何でしょうか、なんか独特なやっぱ形の捉え方、重心を取るのに使うっていうのはまあ確かに使えるかもしれません。木とかはなんか綺麗に取れてますね。はい、こんな感じで、象さんが一番うまくいったんじゃないでしょうかね。やっぱりこういうシンプルな形、そしてこういうこれくらいのサイズ感、やっぱりスキャンしやすいですよね。まあ、うまく撮れてるかな。これが一番使えそうなデータになりましたね。はい。地面の模様というか、あのテクスチャー撮れてるのちょっと面白いですね。はい、いかがだったでしょうか。レキャップフォトのスキャン、写真スキャンをちょっとやってみましたが、ちょっとどうでしょう。まあ、あの造形に使えるか使えないかって言ったら、まあ微妙かなっていう感じですね。なんかやっぱ写真のテクスチャーありきで、まあ、立体をちょっと見て楽しむくらいのことしかできないかなと。その造形として、シワがどうとかね、立体としての良さみたいなものが拾えるかというと、まあ、拾えなかったという結果でした。出来としてはですね、僕が 4,5 年前に使った 1,2,3D キャッチと、まあ、ほぼ変わらない、全く同じと言ってもいいかもしれません。まあ、無料体験でね使う分にはいいでしょうが、まあ、スキャンのためだけに、まあ、月 6,000 円払って、これをサブスクでっていうのはちょっと僕は、しないかなと思いました。スキャンの、ね、方法をいろいろ探ってみましたが、まあ、まとめてみますと、 iPhone の、ね、インカメラによるスキャナーが一番精度が良かった、まあ、一番使えるという確信はありましたね。それでもっとこう細かいもの、例えばこういうものを立体的にねちゃんとデータとして使えるデータとして使いたいという時は、やはり、100万円くらいのスキャナーを買わなければいけないというのが、まあ、現在の、状況かなとも思います。まあ、その中間として、あの DMM がですねスキャンサービスをやってます。最初にお伝えしたね写真カメラで、あのなんか人体のスキャンをする、サービスもやっていますし、なんか細かいものも、高性能スキャナーで、ね、スキャンしてくれるサービスもやってるようです。なので、まあ、使い方としては iPhone のインカメラのスキャンをまず使ってみる、ね、それでもちょっと、満足いかない場合は DMM のスキャンサービスに頼る、それでも満足いかない、もっと、いっぱいスキャンしたい、もっと高性能スキャンがしたいという場合は、お金をいっぱい出してね、数百万のスキャナーを買うという感じでしょうか。はい、もっとあの他にやり方あるよっていうあのご意見があったら、ぜひ教えてください。なあ、今回は、こんな感じです。以上です。ありがとうございました。